時を呼び出すは別なることでもない。長々在居をいたすところ、心が屈して足によって今日はどれぞ遊山に上等が何とあろうぞ御意なくば申し上げようと存ずるところそれは一段とようござりましょう。さりながらこの辺りは大方三国田によって今日はどれぞ珍しいところへ行きたいものじゃ。仰せられる通りこの辺りは大方ご見物なされてござるによって今日はどれぞ珍しいところへお供いたしたいものでござる。ますなに思案のせい心得ました。どこもとがよかろうぞ。さればどこもとがようござりましょうぞ。はあそれそれ私の受けたまわってござるにはずっと下行辺に良い造り庭を持たせられたお方がござるがこの頃は宮城野の萩が真っ盛りじゃと申しまするによってあれへお腰をかけさせられては何とでござる。それは行きたいものじゃが先の亭主と未だ知る人でないによって行かれば。いやいやかようなこともござろうかと存じ日頃より私が知る人になっておきました。それは願した。それならばをつけていこう。せおせおぽいがまず待たせられ何と待てと。いやあれお腰をかけさせられたならば先の亭主がご当座を願いまするがこなたにはご当座がなりまするか。何じゃ当座。なかなか当座。当座とは何じゃ。当座とは歌のことでござる。歌のことさようでござる。さて先の亭主が歌が好きならば身どもも良い声で一つや二つは歌おうまでよ。いやこなたの仰せらるるは小歌。私の申しまするは三十一字ある歌のことでござる。いやもごのもの三十一字の歌もあろうぜ。または五十、七十字の歌もあろうまでよ。みそ一文字と申して三十一字より長うてもまた短うてもなりませぬ。そのような難しいところならばもはややめじゃ。てさて苦々しいことじゃ。ああ何とぞして
はよい歌じゃな。それを誰が言う。こなたが仰せられ。身どもひとりでか。お大使を何人で呼んだのでござる。そのような難しいことは一年や二年で覚えられることではないやり。さてさて、愚鈍なお方じゃ。何としたものであろう。おや、それならばこれを何ぞ物によそえて教えましては何とでござり。いかに身どもが愚鈍なと言うて、物によそえてくれたならば、覚えられぬということもあるまい。して、何によそえるぞ。まずこの大木と申す者はおれ、骨が十本あるもので。おお、十本あるものじゃ。七八重で七本に八本、お目にかけます。なるほど。ここの絵で九本、とえさきいずるで、パラリッと開いて、お目にかけては何とでござる。では一段の定義じゃ。まだ後に何やらまったではないの。後の萩の花かなは覚えてくださる。これも何ぞによそえ。これほどのこともなりませんか。なかなかならぬことじゃ。さてさて、気の毒な人じゃ。何としたものであろう。それそれ、それならば常々私を叱らせられるとき、すねはぎののび太の家老だなどと仰せられまするによって、旅外ながら私の向こうすねと花の先をお目にかけては何とでござる。はぎの花か。さようでござる。それは一段とよい。それならば、おっつけて行こう。さあさあ、かいかい。まいりまする、まいります。さて、今日は、何時のおかげで、上々の歌読みになったということじゃ。あなたも、あのお庭を見させられたならば、ここかしこと随分と褒めてやらせられる。ああ、何がさてお妙ず。でまた、褒め足らぬところは、何時褒めておく。何がさて、除細することではござらん。してほどはまだ遠いか。遅っとでござる。さ、急がせられ、急がせられ。心得た、心得た。いや、何かと申すうち、早これでござる。こなた、お供したよしを申しましょう。しばらくこれに待たせられ。おごられた。物の案内も。いや、表に物申とある。案内とあたさ、どなたでござる。私でござる。たるお方じゃ殿、こなたならばよそよそしる案内に及びましょうか。なぜずっと通りはなされいで。私も、さよ存じてはござれども、もしお客場しござろうかと存じ、わざと案内をこうたことでござる。それはいつもながら、五年の癒せが
私の田之尾だお方、こなたのお庭のことを聞かせられ、見たいと仰せられてござる。見せてくだされもならば、かたじけのうござる。それは近頃、安いことではござれども、庭はこの中、ずっと武装寺におりまするによって、お目にかくることはなりまするまい。いやいや、その分がそっとも、お気遣い召さるな。その上はや、御門前までお供いたいでござる。ではようのに、はや門前までおいでなされたと仰せられるさようでござる。それならばぜひにお呼びはせぬ。武装寺にはござれども、こう通りなされいと仰せられ。それはありがとうござる。またよい自分に私を引き合わいてくだされ。心得ました。いや申し申し、田之尾だお方、ござりまするかござるか。これにいる武装寺にはござれども、こうお通りなされいと申します。愚かさずと通らせられ。心得た心得た。はあ、こりゃ聞き及ぼだよりはおっぺらいた良い庭じゃな。良いお庭でござりましょう。とびょうその障害をもて。心得ました。障害障害。ご亭主も出させられ。心得ました。
芝先で凛と立ったおいたが、おう、これはよいところにお目が留まりましたな。あれでもった古木かと存じまする。いやいや、あの枝がよいものになるぞ。ほうほう、何になります。あそこより引き切って茶臼の敷地にちょうだい。亭主が笑うております。笑うか。さようでござる。これ亭主、あの子も句の枝を茶臼の敷地にしたいという人があっても必ず押し合うんだよ。あれは一層の項目でござるによって、そのようなむさとしたものにはいたしませぬ。これは良い心だ。配慮院にはじゃ、やいだろう。あ、向こうにつっと立ったわ、あれは木かたけか。いや、あれは立石でござる。立石。立石でござる。あ、立石だ。なかなか。部屋のものを立石。立石。見事でおりゃん。いや、あれは北山よりこの庭まで引かせたものでござる。はぞうさなことをする人じゃな。大太郎か。あの立て石の真ん中へ塩を握り拳のようなものがキャッと掴みた板を見た。これもまた良いところにお目が留まりましたわ。あれでもった立石かと存じまする。いやいや、あの石がまた良いものになるぞ。また何になりますか。あそこより打ち砕いて台所の火打ち。また笑います。よう笑うやつ。これで、あの立て石を台所の火打ち石にしたいという人があっても必ず押しやるな。いや、あれこそは悲壮の立石でござるによって、そのようなむさとしたものにはいたしませぬ。これも良い心がけじゃ。はよい庭じゃな。あ、結構なお庭でござる。やいた。向こうに真っ赤に見えるが、あれは何じゃ。あれが宮城野の萩でござる。あの難しいやつ。さようでござる。これでいい。萩は見事じゃな。はい、はもう萩もはや落下いたいでござる。萩が落馬した。落下。あれは見事じゃな。ありがとう。あの方だぞ。願いは心得ました。申し上げまする。ご亭主がご当座を願いまする。歌か。さようでござる。これ亭主、身どもは
伝者もので歌は無情報じゃ。許してくれ。いや、それは定めお日にでかなござりましょう。この庭へお越しをかけさせられたお方には皆ご当座を願うておりまする。何とぞ方々にも一瞬遊ばされてくだされ。それもぜひともでござる。なかなかぜひともでござる。それならば久しぶり読みませぬによって、これはちと吟じてみずばなりまする。それはどうも覚悟でござる。その間ちとあちらを向いて心得ますと必ずこちらを見させる。かしこまってござる。ああ何とでござろうな。されば何とでござろうぞ。まず最初が七本と八本。七本と八本。七八本。七八本。さてさて、いいな歌じゃ。いやもう。今のはちと出そこない。何とでござる。七八八七八八八。なかなかとりゃ神のいつもじ面白うござる。いやもういつも面白いわ。お後が受けたまわりとござる。つけもうそう。おお、ここの続き。ここの続き。ここの絵と声を思いし見れば。ここの続きに。ここの絵とこそ思いし見さようでござる。はい。今のはざりごと。何とでござる。ここの絵とこそ思いし。二でござる。なに、ここの絵とこそ思いしに。どうぞ。こりゃだんだん面白い。だんだん面白い。おあと続かせられて。おいつれもそうパラリと言いたい。パラリと言いたい。声先譲る。いや。声先譲る。さまざまなことを。いやの、たびたび地方でちと面目もないな。あのような人には何と恥を与えたらようもない。とえさきいずるでござる。何、とえさきいずる。なおとはな、ちょっと吟じてみましょう。な、おい、ちと吟じてみましょう。勝手にしろ。七へやい、ここの絵とこそ思いしに、とえ先にずる。どう？そなた早覚えだ。早うなことは、すい覚えることでござる。さてさて、よい覚えでござる。お後が受けたまわりともござる。おっつけもうそう。さらば。さらば
でござる。おいや、なにと歌に太郎冠者殿がいるものでござるぞ。いるやらいらんやら、そなたが何を知って。いや、太郎冠者、これは今のこと。なるほど、いつまででも引いておけ。やいたろうかや。